ホロムイイチゴは成長の遅い小柄なバラカキイチゴ族の植物である。和名は北海道岩見沢市のホロムイ地区で発見されたことにちなむ。果実は琥珀色をしており、食用になる。日本ではクラウドベリーの英語名でも知られる。ホロムイイチゴは10の25センチメートルに成長する多年層。地下に細い匍匐形を伸ばし、地下形から花枝を立てる。葉は 手のひら状に5から7列しており、分子のない茎に合成する。花は、茎の先端に、単独で生じ、花粉媒介の後、白い、時に赤い斑点のついた花から、ラズベリー大の果実が実る。果実には5から25の角果が入っており、熟していない果実は赤く、秋の初めになると琥珀色に熟する。なお、私有一種である。赤ん帯性あるいは高山性で、 北半球に広く分布する。日本では本州北部と北海道、千島に知られ、近隣地域ではサハリン、北朝鮮に分布する。ニューファンドランドラブラドール州、ケープブレトン島、ノバスコシア州北部ではベークアップルと呼ばれている。学名のジャマーモーリスはギリシャ語のコマイトモロスから来ている。類似の植物に英語でサーモンベリーと呼ばれ、同族で北。 アメリカに分布する、アール・スペクター・ビリスがあるが、混同すべきでない。北ヨーロッパでは果実を生殖するほか、ジャム、ジュース、リキュールなどに加工する。エスキモーは貴重なビタミン C 源として、果実を採集し、保存食を作る。スカンジナビア諸国では珍重され、フィンランドのニューロ効果には、ホロムイイチゴがデザインされている。国立研究開発法人森林研究。 整備気候森林総合研究所2010年、コロム1号、世界の食用植物文化図鑑 P123、バーバラ・サンティッチ、ジェフ・ブライアント長、山本則りお観ヒーラーギ風車2010年1月20日、第1冊、ありがとうございます。